しないとみたいな感じ。タモさん、こんばんは。安定の顔ありがとう。今日はちょっとゆったりモードで。初めましての人もコメントしてね。さっきもちょっと新しい動画を投稿しました。実は。ちょっと本当にゆったりライブすぎて、あれだけど、みんな話そう。話そうっていうか、話そう。いつもね、結構さ、最近はトレーニング配信とかさ、なんかゆっくりこうやって、やってないから、たまにはいいでしょ。新鮮な感じで。こんにちは。ハロー。カズくん、あ、そうなんだ。そっか。たまにはじゃあね。そういう日もあるよね。頑張って。夜中だけど。居眠り運転しないように気をつけて。お、しゅんくん、しゅんさん、しゅんさん、久しぶり。いつもありがとう。久しぶりか？この間も見に来てくれたね。あ、ガモさん、ヤッホー！いえ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 。元気ですか？ちなみに元気です、私は。でもちょっと眠いかも。今日はお家だよ。リオさんこんばんは。どうもどうも。もう最近、あ、この間、あれか。ジムでね、久しぶりに配信したんだけど。今日はお家で。配信してまーす。はじめましての方もいると思うので、自己紹介をさせていただきまーす。さくらでーす。普段は、恵比寿と新宿でパーソナルトレーナーをしてます。まあ、そこのね、ジムが、まあ、トレーニングのしたい方はもちろんそうなんだけど、あとは整体、指圧マッサージとか、あとはストレッチとかヨガの、なんていうのかな、プログラム、内容とかもあったりするから、いろんな方が、楽しんでいただけると思うので、ぜひぜひ、無料カウンセリングお待ちしてます。私のインスタやってるんだけど、インスタをね、フォローしていただけると、結構ね、わかりやすいと思うんだよね。思うんだよね。見てくれないかなと思って、だから。TikTok のプロフィールから飛べるからね。もちろんみんな知ってると思うんだけど。あ、ガンさん、インスタ見てくれた。ありがとう。この間ね、そう、休みだったの。この間っていうか、見てくれたと思うんだけど、めちゃくちゃ、いいところに泊まったんだけど、なんか普段ね、そういうところに泊まらないからさ、もう本当に、プレゼントしてくれたのね、なんていうのかな。まあいろいろあって、そこに泊まったんだけど、本当にね、素敵な